ネスカフェアイスコーヒーサーバーを設置し、使用できる状態にするまでを説明します。熱気や湿気の少ない平らな場所に置いてください。5センチ以上の隙間を空けてください。電源プラグをコンセントに接続します。電源スイッチの上側を押します。漏電時の感電防止やサーバーを保護するため、サーバー背面にアース接続することをお勧めします。クイックガイドをサーバーに取り付ける場合は、排気口を塞がないようにご注意ください。後ろ側の収納スペースを使って予備のボトルを冷やすことができます。以上で使用前の準備は完了です。